犬飼うきっかけはですね、もう完全にね、気づいたらね、いたわ。マジやった。マジやらかした。気づいたら飼ってたわ。なんか自然発生、リスポーンした。河川さんに犬飼ったって言った時って本当だった？え、本当。え、てか俺言ってるぞ。犬飼った時に。今日犬飼ってきたって。俺河川さんに一番最初に報告した。河川さんに。あれ本当よ。俺言ってるぞ。ちなみに。何の混じりっ気もなく俺は犬を飼ってきたと配信で河川に報告した。報告した3人誰も信じてなかったけどね。でも俺もなんか普通に飼ったって言うと俺舐められてるからうるせえかなと思って、実際うるさいしきくなったし、いやもう本当に吠えない子なのよ。マジでほとんど吠えない。うん、最近はすごい吠えるようになった。ここ2、3ヶ月だね、吠えるようになったの。バカクソ吠えるようになったね。バカクソは吠えないけど、かまってほしい時とかに最近ね吠えるようになったかな。あとプーってプープーってプープー言うから、そう、自我が芽生えてる。まあでもあの俺結構ゴミ多かったから子犬の頃はゲージで飼ってたんだけどね。まあいいんですよ、これもうなんか犬の話しすぎると犬から特定されるって怖いから。